ルイス・ハビアー・ミエラはアメリカ合衆国テキサス州伝統出身のプロ野球選手、宇トを右ミギ現在はフリーエージェント、メキシコ系アメリカ人である。2004年の MLB ドラフト40目でロサンゼルスドジャースから指名され、6月16日に契約。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグドジャースでプロデビュー。11試合に登板して4勝1敗。 防御率3.38、36奪三振を記録した。2005年は A 級コロンバスキャットフィッシュでプレーし、11試合に登板して2勝5敗、防御率4.96、40奪三振を記録した。2006年はパイオニアリーグのルーキー級オグデンラプターズとルーキー級ガルフコーストリーグでプレー。2007年は a 級インランドエンパイアシックスティシクサーズでプレーし、27試合に登板して6勝9敗1セーブ、防御率6.27、121奪三振を記録した。2008年も a 級インランドエンパイアでプレーし、31試合に登板して5勝4敗2セーブ、防御率4.07、63奪三振を記録した。2009年はまず、a 級。 プレートレイクスルーンズでプレーし、28試合に、登板して3勝1敗16セーブ、防御率1.54、55奪三振を記録した。6月に、AA 級チャタヌーガルックアウツへ昇格。AA 級チャタヌーガでは23試合に登板して3勝1敗、防御率4.13、29奪三振を記録した。オフの11月20日に、ドジャースとメジャー契約を結び、 40人枠入りした。2010年は A 級チャタヌーガでプレーし、28試合に登板して2勝0敗5セーブ、防御率2.33、27奪三振を記録した。2011年は A 級チャタヌーガで開幕を迎え、14試合に登板、1勝0敗3セーブ、防御率、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビューを果たした。 5月24日からは新人ながらクローザーに抜擢され21セーブを記録した。2012年は開幕からの当番すべてでセーブを記録するなど出だしは好調だったがその後は失速。5月7日にはケンリー・ジャンセンにクローザーの座を奪われた。4月25日のアトランタ・ブレーブス戦ではブライアン・マッキャンの放ったライナーが顔に直撃するアクシデントがあり。 その際にひねった膝が悪化して6月4日に故障者リスト入りした。9月には借金を痛めて一足早くシーズンを終え、11月2日には右肩の関節教師化手術を受けるなど、怪我に悩まされた1年となった。ロサンゼルスドジャース時代2013年3月17日にトリプル A 級アルバカーキアイソトープスへ配属され、開幕を迎えた。 4月30日にメジャーへ昇格。昇格後は9試合に登板したが、防御率6.75と振るわず、5月31日にトリプル A 級アルバカーキへ降格した。トリプル A 級アルバカーキでは21試合に登板していたが、メジャーへ昇格することなくシーズンを終えた。2014年3月16日に、リーフとなった。2014年3月26日に、 ウェーバー工事を経て、シカゴホワイトソックスへ移籍した。3月28日に40人枠を外れ、参加のトリプル A 級、シャーロットナイツへ降格した。開幕後は、トリプル A 級シャーロットで14試合に登板し、5月20日にホワイトソックスとメジャー契約を結んだ。この年は42試合に登板して2勝4敗1、セーブ、防御率2.91。 38奪三振を記録した。2015年1月15日にホワイトソックスと93万7000ドルの1年契約に合意した。5月6日にィーフとなり、11日にマイナー契約でトリプル a 級シャーロットへ配属された。7月8日には薬物規定違反で50試合の出場停止となった。10月14日に FA となった。 2016年2月10日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。開幕は3日のトリプル A 級ソルトレークビーズで迎えたが5月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月13日にビーフとなり5月16日にマイナー契約でトリプル A 級ソルトレークへ降格した。6月1日に再度メジャー契約を結んで アクティブロースター入りした。6月7日に再びィーフ、10日にマイナー契約でトリプル A 級ソルトレークへ降格した。10月3日に FA となった。2017年1月3日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕から参加のトリプル A 級ニューオーリンズベビーケークスでプレーし、 8月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月22日にリーフとなり、翌23日にマイナー契約でトリプル A 級ニューオーリンズへ降格した。9月1日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年メジャーでは16試合に登板して1勝1敗、防御率3.00、12奪三振を記録した。 レギュラーシーズン終了後の10月7日に40人枠から外れる形で AAA 級ニューオーリンズへ配属され9日に FA となった。オフの12月18日にマイナー契約で再契約を結び2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年も開幕を AAA 級ニューオーリンズで迎え 7月9日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年メジャーでは32試合に登板して1勝1敗、1セーブ、防御率5.55、30奪三振を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月11日に40人枠から外れる形でトリプル A 級ニューオーリンズへ配属され、翌12日に FA となった。 2019年1月14日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加した3月28日に開幕ロースターに登録された4月18日にディーフとなり22日にマイナー契約で参加のトリプル a 級バッファローバイソンズへ配属された5月10日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした 5月18日に再び DF となった。2019年5月20日にウェーバー工事を経てワシントンナショナルズへ移籍した。7月31日に DF となり、8月3日にマイナー契約で参加のトリプル a 級フレーズノグリーズリーズへ配属された。8月4日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの12月2日にノンテンダー FA となったが、 9日にマイナー契約で再契約を結んだと報じられ、2020年2月12日に正式公示された。2020年7月22日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。レギュラーシーズン終了後の10月13日に FA となった。92から96マイルパーアワーのフォーシームが全体の2、3を占める。 86から9 2アワーのカッターが、その次に多く、76から8 1アワーのカーブ、82から8 6アワーのスライダー、83から8 7アワーのチェンジアップも投げる。ありがとうございます。